こんにちは、井上です。今日は私が効率化のために、効率よく仕事をするために見ていない数字ということでお話しいたします。基本的に数字を見る方ではあるんですけども、例えば今お金がどのぐらいあるかとか、今後売上がどうなっていくか、お金がどうなっていくか、あとは私の売上の柱別の売上ですとか、そういったものはもちろん見ています。ただですね、あえて見ないようにしてます。そういった数字を見てしまうと、なんかこの自分の軸がぶれたりとかですね、もやもやしたり落ち込んだりして、でそれで非効率、効率が下がる、落ちるからです。でその見ない数字というのが3つありますので、それをお話ししていこうかなと思います。で1つ目はですね、この YouTube に関連して言うと、 YouTube でこの高評価の数っていうのは、ちらっとは見ているといいますか、見ざるを得ないんですよね。YouTube のダッシュボードっていうところで、その数字がありますんで、で、それはそれで嬉しいですし、少ないとしてもあんまり気にしてないと。で、私が長年発信をしていて感じるのは、評価数が多いことってあんまり意味がないんですよね。で、ご覧いただく方が多いかどうかっていうのも、あんまりその意味がないと。で、見られればいいのかっていうと、そうでもないので、で、もちろんその見られることをその目標にしているんだったら、それが大いに越したことはないんですけども、私はそうではなくて、その YouTube で言うと、YouTube の動画がお役に立てたかどうかっていうのが大事なわけですよね。で、その高評価ボタンって、そうそう押さないですよね。押さない方は。私もそんなに 誰かの押すわけじゃないんですよ。押すわけじゃなくて、押しますけどね。押しますけど、そうそう押すものでもないですし、全く押さないって方もいらっしゃるんですよね。で、仕事のご依頼をいただいた方に、そのきっかけということで、伺うと、YouTube 毎日見てますですとか、そういうことを言っていただくわけなんですよ。で、その方が毎日見るっていうのと、で、その役立てていただくっていうのと、高評価ボタン、いいねっていうのとはまた違うかなと思うんです。だから気にしないようにしてます。で、見ないようにしてる数字っていうのは、その高評価率っていうのがあるんですけど、で、この低評価のボタンもあるじゃないですか、あるんですよ。で、それが押されると、その高評価率っていうのが下がるわけなんですけど、そこは別に見ないようにしてます。で、低評価なり、要は良くないねっていうのも、私はありだと思うんですよ。で、そういうのがあってこそ、尖った発信と言えるんで。ただ、その数字までは見なくていいかなというので、それを見れる方もいらっしゃるでしょうけども、私は見ないようにしてはいます。それが見ないようにしている数字ですね。それは機嫌よく YouTube を続けるためにやってることでもあります。それでもし、その低評価あって気にしないとは言いつつ、やっぱりそこは低評価っていうのは気になるんで、高評価が少ないよりも低評価があるっていう、1個でもあるっていうのはちょっと気になります。で、それを押した数っていうのは、この発信者も見ずに済むようにはなってますんで、ただ、その YouTube の管理画面があって、その右側に出るんですけど、右側を見ないようにしてます。その画面に行った時も。それぐらいやってますね。で、つい見ちゃうっていう時があるんであれば、ちょっと画面外に、ちょっとブラウザの画面をちょっとずらしてですね、そんな感じで見ないようにしてます。忌憚のないご意見ですが、ネガティブフィードバックも必要かなとか思うんですけども、まともに受けなくてもいいかなと思ってますし、この YouTube はこのコメント欄が閉じられていますんで、コメントを受け付けない設定になっていますんで、それも見ない数字に関連することですね。もちろんその的確な指摘っていうのはいただきたいわけなんですけども、他の方のコメント欄を見てると、いや、それ突っ込まなくていいよねみたいなことも結構あったりするんで、それもあって、それでへこんで YouTube をやめてしまって、やめたり止まったりしてしまって、多少ですね、本当に少しはいらっしゃるかなと思うんですけど、楽しみにしてくださる方が悲しむようなことにはしたくないなと思って、そうやって自分がポジティブに続けられるように、数字を、そういったネガティブな数字は見ないようにしてはいます。で、二つ目がですね、見ないようにしている数字で言うと、日々の数字っていうのは見てるんですよ。日々の数字は見ていて、毎月1回それをまとめて、月の数字っていうのもバーッと見てます。で、これソフトによってはですね、
まあ、これ1年間の累計というのはもちろん見るんですけど、これまで、まあ、私のその16年間なりの、この累計の数字が出るソフトっていうのもあるんですよ。家計簿ソフトとかマネーツリーとかですね。そういうので。で、その数字見ないようにしてます。へこむんで。で、こんなにお金使ったのかみたいな。まあ、逆、売上の累計は見てもいいかなと思うんですけど、で、例えば、パソコン代なんかも、この間このパソコンを買ったわけなんですけど、パソコン代なんかもこれ累計で見てみると、めちゃくちゃお金かけてると思うんですよね。で、ちょっとへこみますよね。で、試行錯誤もあったり失敗したものもあるんで。まあ、ただ、一度ブログネタで、もう、累計のものをざっくりと集計したことがあって、それはネタにして使ったんですけど、カメラとかも累計にすると、ちょっとへこみますよね。と、ブログで、今ちょっと私のブログを見てるんですけど、IT 投資で2500万ぐらいだったかと思うんですよね。2500万だったなというのはあるんですけど、そういうネタに使うというのはやってるんですけど、まあ、累計でいくら使ったみたいなのを見てしまうと、ちょっとへこむ。2593万ですね。2021年時点で2593万なんで、まあ結構使ってますよね。これが2021年時点なんで、2年なんで、14年間でなんで、まあそんなに、まあそのうちカメラも、出すかもしれませんけど、累計いくら使ったってことですね。まあ買い替えとかもあるんで、正確に掴むのも難しいかもしれませんけど、まあそういうものをちょっと累計で見るっていうのは、年は見ますよ。年は見て、その決算で12ヶ月でいくらっていうのは、それは見ざるを得ないんで、まあそれ以上のものっていうのは、まあそんなに見ないようにはしてはいます。あとは、どうしても投資が先行するものってありますんで、まあそれも、それは見た方がいいのかっていうのは、まあ使っちゃったものは仕方ないんで、まあネタにしつつ、まああんまりその過去の数字を見ないようにはしてます。まあ今後どうなるかっていうのは、もう考えたりはするんですけど、意外とその累計数字っていうのは見ないようにはしてますかね。で、3つ目は仕事の件数ですね。仕事の件数を自分の場合もでも数えたりですとか、まあ世の中、例えば顧問契約何件ですとか、まあ受注が何件ですとか、問い合わせが1日に10件とか、そういう件数って見かけることがあるかなと思うんですけど、まあ見ないようにしてますね。まあ見ても気にしないと。まあ目に入っても気にしないようにしてます。まあ仕事って件数ではないんで、件数があると、まあ大変だなとか思いますね、逆に。で、自分はその件数をできる限り少なくしていくと。まあその1日に何件タスクをこなしたかっていうのも私は別に数えてないです。何件こなすっていうのが全てではないですし、だからその営業なんかで、まあ、よく言われるのが、まあ、何件の方に声をかけたとか、何件アポを取ったとかって指標があるかと思うんですけど、まあ、あんまりその件数、そこにこだわっても仕方ないかなと、まあ、量が必要だっていうのは重々分かってはいるんですけども、で、実際私も量をこなしてる部分っていうのはあって、この YouTube はまあ日々更新してますし、で、ブログは毎日更新してはいるんで、まあ、そこは別に数にこだわってるって感じでもないですね。習慣なんで、そこはまた違うなというのはあるんで、まあ、3件の方にアポを取るとか、3件の方に電話する、メールするみたいな、そういうところはこだわってないですし、何件の獲得したかというのは気にしてないです。まあ、その1件あたりの売り上げっていうのは見たりはしてますけども、量だけで考えてないということでありますね。まあ、そういった数字も気にしないようにしてはいます。まあもっと言うと売上も気にしてないですかね。他の方の売上でじゃあいくら売り上げましたとか、まあ本当かどうかもわかんないですしね。7桁とか、7桁でいくらってパッと 出てこないんですけど、7桁稼いでますとかですね。そういうのがあったり、で、よくよく見るとそんな大したことではなかったりもしますんで、まああんまりその額面だけで気にしてしまうと自分のペースを崩してしまうと、ああ、自分をもっと頑張らなきゃいけないのかなとか思ったりするかもしれませんけども、まあ別にそんなことはなくて、まあ、お金と、お金と時間ですね。お金と時間だけ私見てればいいかなと思いますよね、今の。
そこが残るかどうかで、売り上げがあっても時間とお金がないってケースって結構ザラではありますんで、まあ、そうならないように、まあ、この YouTube チャンネルで話しているような効率化を日々考えて試してはいます。なんかそういうこの時間を重視するってことで、仕事の件数は気にしてないということです。だから数字はやっぱり大事だと思うんですよ。数字に現れるものって大事ではあるんで、まあ、それは見ておくっていうのは必要ではあるんですけど、数字だけにとらわれないと。で、それに気にしてしまって、じゃあ、無下に仕事を増やしてしまったりですとか、ちょっと落ち込んだりとかですね、落ち込む時間は無駄ですから、できる限り落ち込まないようにするというのが、やはり効率化としては大事ではあります。だから私はもう、その 落ち込むものっていうのは一切見ないようにしてますんで、だからテレビとかニュースとかを、新聞とかを見ないっていうのも、その一環ではありますね。まあ、なかなか、このテレビ、ニュース、新聞って、ポジティブな情報だけを取るってなかなか難しいですよね。ネットだとそれがまだしやすいんで、ネットもでも検索したりするとパッと出てきたりとかしたりはしますけど、で、YouTube を適当にこうやって見るっていうのも絶対しないですね、私は。で、この方はちょっと、このチャンネルは見たくないなっていうと、もう全部そのおすすめに表示しないっていうので消せるんで、それで細かく消してはいます。それで、もう落ち込むような方まで、それで言うと、他の方の YouTube の登録者数もまあ気にしてはないですかね。まあ、ちって思うことはありますよ。ありますけども、あんまそこ気にしてもしょうがないし、先ほどの成果ってことを考えると、まあ、その、もしそれは 負け惜しみかもしれませんけども、登録者数伸ばすんだったらテレビっぽくすればいいと思うんですよね。テレビっぽく面白おかしくして。っていうのがありだと思うんですけど、それが本当に役に立つのかどうかっていうところですよね。こうやってドドーンとテロップ出したりとかですね、なんか音が出したり、音を入れたりとかの方が、まあ、それはテレビのようにした方が多くの方に受けてよく見られるっていうのは事実なんですけど、まあ、そこの登録者数を増やすなり、視聴者数を増やすっていうのが目的なのかってところですよね。もちろんそれで、まあ、少なからず収入が入ってくるわけなんで、お金が入ってくるわけなんで、そこを突き詰めていくっていうのもありかなと思うんですけども、そこにとらわれすぎてしまうと、まあ、よくあるのが、まあ、全然伸びなくて、周りの方を気にしすぎて、で、それで落ち込んでやめてしまうっていうことがあるんで、まあ、ずっとですね、これはよくブログとかでも言うんですけど、1ヶ月やって、全く見られなかったらもうやめていいかなと思うんですけど、それぐらい見られなかったんですね。もう誰も見ないってことはないですからね。まあ、特に YouTube なんかで言うと、こうチラッとやっただけでこう一人に数えられるわけなんで、それはブログもそうなんですけども、その数を増やしたところで意味があるかなってところはありますよね。まあ、その数字の見方っていうのはあったりするんですけど、まあ、それで言うと見ない数字ってことで言うと、あんまそのブログも YouTube もなんですけど、細かい数字見ないんですよ。まあ、何時間見ていただいたかとか、なんか、ここで離脱されたとか、そういう分析って、数字を仕事にしていて、一応数字大事と思って大事にしてはいるんですけど、そこら辺の細かい数字を見てもあんまりしょうがないかなってはあるんですよね。これ、組織とかだとよくそういう数字を見ますよね。数字を見て今後続けるかどうかの指標にしたり、改善しなきゃっていうところあるんですけども、数字に現れないものっていうのがあるんで、本当に、100人の方に低評価あったとしても、1人の方に高評価でその方に来ていただいて、で、仕事のご依頼をいただくっていうのがあれば、それはそれでいいかなと思うんですよね。だから、そこの、数字で見るべきものと感覚で見るべきもので、数字に現れないものを、で、楽しいとかっていうのも数字に現れないですよね。楽しいとか。まあ、そういう数字に現れないものを、重視するっていう部分と、そうじゃない部分っていうのはあるかなと思ってます。で、数字を見なさすぎるっていうのも良くないと思いますよ。私は、だから数字は本当に見てるんで、毎日、自分の全財産は見てますし、で、今後どうなるかっていうのも、月に1回まとめて見てはいますし、で、税金がどうなるかっていうのもやっぱり見てはいるんで、そこのこだわりっていうのはあるんですけど、それ、
そうじゃない部分もあるということで、今日代表的なちょっと3つについてお話しさせていただきました。そこの何、どの数字が大事なのかという、とらわれすぎないというところに気をつけていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。